8日中日2の7楽天、バンテリンドーム名古屋。楽天のドラフト1位、小蛇受投手が先発し、プロ初勝利を手にした。6イニングで9安打を浴びながら2失点。チームを今季最長の5連勝に導いた左腕の顔には満面の笑みが浮かんだ。もう、嬉しいの一言です。初回に2点を先制されたが、直後に打線が6点を奪って逆転。これで開き直り、 気持ちを切り替えた4回と5回の位置し1し1・2塁のピンチは逃げずに真っ向勝負。点差もあったのでワンヒットは OK ぐらいの気持ちで投げることができました。こう言って胸を張った。もちろん1つ勝っただけでは満足しない。エースを目指す男はひたむきに頑張っていこうと思っています。地に足をつけて一歩ずつ前へ進む。